琉球語で書かれた交通標語。琉球語で書かれた交通標語。那覇バスターミナルにて琉球語もしくは琉球方言は日本の沖縄県と鹿児島県奄美群島で用いられる言語である。日本本土の日本語と系統を同じくするものの、口頭では互いに全く通じ合わないほどの違いがある。ため、日本語とは別の言語とみなす立場と、 日本語内部の一方こととみなす立場とがある。また、琉球語内部でも地域差が著しいため、諸言語の集合として、琉球諸語あるいは、琉球語派と呼ぶ立場もある。本校では、言語説と型言説の両論を考慮して、琉球語と併記する。独立言語として見た場合、日本語と系統が同じ唯一の言語とみなされ、日本語と琉球語を合わせて、比琉語族あるいは、 日本語族と呼ばれる。一方、日本語の一方こととする立場からは、琉球方言、または南東方言と呼ばれ、日本語は琉球方言と本土方言の二つに大きく分類できるとする。琉球語は琉球諸島の地理的な広さと強力な中央語を持たなかった歴史から、地域ごとの方言差が本土以上に大きい。北から奄美徳之島諸方こと、 沖の選ぶ世論沖縄北部諸方こと、沖縄方言、宮古方言、八重山方言、与那国方言の諸方ことに分けられ、沖縄方言以北の北琉球方言と、宮古方言以南の南琉球方言の2グループに対別できる。沖縄県の言葉という意味で、沖縄方言や沖縄語、内縄口という呼称が使われることもあるが、本来、沖縄は、 沖縄本島を指す言葉であり、今の沖縄県全体を指すようになったのは1879年の沖縄県設置後である。明治から昭和中期までの強力な標準語普及運動に、戦後のマスメディアの普及などの影響が重なり、現在琉球語は衰退している。沖縄芝居や、組踊り、琉歌、琉球民謡、島唄などの伝統芸能で使われるかは、 日常生活では主に高齢者とその家族周辺に限られている。2009年、ユネスコは、奄美語国神語沖縄語宮古語八重山語与那国語のそれぞれを危機に瀕する言語に指定した。明治以降の琉球語と日本語の言語接触によって、琉球列島では日本語の影響を強く受けた新方言が発生した。沖縄県内のものは特に、 内縄大和口と呼ばれる。段階の世代より後に生まれた世代は、琉球語に代わって、この新方言を、大一言語として使用しているケースが多い。琉球語は、一方ことの話者が、他の琉球語の方言を聞き取れるというわけではない。琉球語は、北琉球と、南琉球の二つに対別でき、北琉球方言と、南琉球方言との間では全く会話が通じない。 これらはさらに諸方ことに分けられ、島ごとや集落ごとに著しい方言差があり、それぞれの島内でも一疎通に支障をきたすほどである。なお、大東諸島は明治になって、八丈島からの開拓団によって開発された島であり、琉球語ではなく八丈方言から派生した方言が話されている。一般的な区分を示す。ここでは、 北琉球方言を大きく三方言に分けたが、一方で、奄美大島から与論島までの奄美方言と、沖縄諸島の沖縄方言に二分する見方もある。奄美大島から与論島までの言語的まとまりは、江戸時代初頭にこの地域が薩摩領になった後に形成されたと見られ、一方、沖野選ぶ与論沖縄北部諸方ことの言語的まとまりは、 さらに古い時代の政治的境界によるものと考えられる。3分する区分の場合、沖縄方言と沖,の選沖縄との沖の選ぶ世論沖縄北部諸方言との方言差より、沖縄選ぶ世論沖縄北部諸方言と奄美方言の差の方が大きいとされる。南琉球方言では、宮古方言、八重山方言、与那国方言の間にはっきりとした方言差がある。 琉球語の基本的な単母音は A, I, U の4つまたは A, I, U の3つである。一方、多くの地域では、これら3から4母音以外にも多くの長母音を持つ。各地の母音体系は次のようになる。北琉球方言の大部分では、母音、半母音の直前で、正門破裂音の有無が弁別される。例えば、AMI、和などがある。 北琉球方言には PTK の有機音と無機高等化音の区別のある地域がある。区別には濃淡の差があり、奄美大島や沖縄本島北部などでははっきりした音韻的対立がある。与那国方言にも羊をことにする無機高等化音がある。また、宮古方言、八重山方言では、フニとプニのように無精神紙摩擦音の F が 他の死因と区別される。宮古方言や奄美大島南部には平穏説があり、死因のみで白をなすことができる。琉球語と日本語の間には母音、死因に一定の対応関係がある。単母院では日本語の「王」は琉球語圏全域で「u になっており、また、機械島南部や沖野選部島、与論島、沖縄諸島、八重山列島の一部、 与那国島では、イいは、イになり三つの田んぼ印を持つ。奄美大島、徳之島、機械島北部では、日本語の、イは、中地田母印、になり四つの田んぼ印を持つ。宮古列島や八重山列島では、日本語の、イい、が、イになる一方で日本語の、イは、中地田母印、になり四つの田んぼ印を持つ。また、連母印が変化した、いや、 王、が、与那国に等を除くほとんどの地域にある。次に、日本語と琉球語諸方庫との間の母音の対応関係を示す。琉球語の代表として、沖縄方言の首里方言から例示するならば、などの対応関係をなす。北琉球方言では、OU、EI の共母音化に伴い、もともとのイダンウダンの死因は、クーム、キームのように、無気高等化音に変化した。 ただし、与論島や沖縄中南部では、その後、高等化音による区別を失った。死因では、多くの地域で、日本語の語頭の波行シーンが、琉球語では P、またはになっている。日本本土では、波行は、奈良時代以前に P、平安時代から室町時代までは、出会って、琉球語で、古い発音を残している。P を残しているのは、甘み大島さ。 ひとし、きかい北部、与論島、沖縄本島北部の名護周辺部、伊江島、津つ島、久高島、宮古方言、八重山方言で、沖縄中南部や与那国島は、ほとんど英一になっている。一方、語中のは行シーンは、日本語と同様に PW の変化が、琉球語全体で起きている。南琉球方言では、バタのように、日本語、 北琉球方言の W に B が対応している。また、ダマのように、日本語の野行シ音が D になっている例が、与那国方言にある。与那国方言では、詐欺のように、五中シ音の濁音化が見られる。機械島と与那国等には微濁音がある。主に、沖の選ぶ世論沖縄北部諸方ことで、ヘクタールミのように、日本語のかけ子のシ音系 K が H に変化している。一方で、 木は、チヌルのように、機海島南部、沖エラブ島、和泊まり、伊江島、伊ゼ那島、沖縄本島中南部、伊良部島などでは、愛になっている。宮古方言、八重山方言では日本語の句が風、または、言うとなりふと同音になる。また、ボイム A に挟まれた、W 音は脱落する。沖縄を、これらの法則に沿って、音韻変化させると、内縄となる。 琉球語の動詞の活用は、日本語とはかなりの違いがあり、また、琉球語内部も方言によって多様である。琉球語では、日本語で失われた終止型と連帯形の区別がある。ただ少なくとも、北琉球方言では、連用形折から派生したと見られる形を用いているため、日本語古語の終止形連帯型には直接遡らない。北琉球方言の動詞の終止型は、 ミュウケイとリケイの2系統がある。ミュウケイは各を例にとるならば、国無下級発展などの形で、北琉球全域に分布している。これの由来は、連用系オムや、連用系オリムとする説がある。一方のマイナスリケイは、下級ュリなどの形で、奄美群島の奄美大島、徳之島、機械島、与論島でミュウケイと併用されている。これは、 連用形折が変化したものと考えられている。また北琉球方言の連帯型は、連用形折が変化した形を用いており、核に当たるものには、地域によって、カキュルカキュンコルコヌカクンなどがある。折のついた活用型はさらに他の活用型にも広がり、沖縄方言では、折のつかない坂、西、西区の核活用形の他に、折のついた、サウラ、サウ、サン、ソル、 平来の核活用型を生み出している。南琉球方言での修士形、核には、カキムコッツムなどと、コッキーコッツ核などの2系統がある。前者は、北琉球方言と同じく、連用形を、無由来とする説がある。一方、南琉球方言の修士型には、折りがついていないとする見方もあり、コッキーコッツェは、連用形単独型から、 カキムコッチムカクンは、連用刑務からとする説や、八重山方言のカクンは、中止、連帯型に、N がついたものとする説もある。また南琉球方言での連帯型は、カクを例にとると、コッキーコッチカクなどがある。カ核内にあたるものには、カカンカカンハカンハッカン、カカヌハカヌ、カカマンカカンマ、ココエヌ、カカハカ、ハカヌンハガヌなどがある。また、 各の命令型は、核けの変化した、核きコッキーなどである。琉球語では、禁止系という活用型があり、核名は、北琉球方言で、ナなどになり、南琉球方言では、連用型と同じ形を用いて、コッキー七度という。また、思考系があり、加工にあたるものには、かか、かこ箱、かかん、かくかぐう、ここむなどがある。沖内にあたるものには、ゆいらん。 ゆきん、ゆこにゅうゆこにゅう、ジアロにゅうなどがある。琉球語の動詞の活用の種類は、全体的に四段活用に似た形に統合する傾向があり、特に北琉球方言では一段、二段活用は、ほとんどラ行四段活用化している。琉球語の形容詞は、五感差、ありに由来する形と、五感区、ありに由来する形に分けられる。サあり形は、奄美群島。 沖縄諸島、田良間島、八重山諸島に分布し、区有系統は、宮古列島に分布する。例えば、高井の修士型は、サーリ系統の首里方言で、高山、区有系統の宮古島平良方言で竹以外となる。また、連用型は、日本語と同じく、五感区に由来する形を用いている。サーリ系統の地域では、連用系以外の形容詞活用はすべて、 五感差ありが活用したものを用いており、例えば、高いの未然型は、高さあら、条件型は、高さあれ、連帯型は、高さある、高さありが変化した形を用いる。このほか、形容詞の五感用法も発達している。過去形は日本語と同じく、手ありに由来する語尾で表し、北琉球では、かちゃんのように、動詞部分と融合している。受け身、可能には、 ベルに由来する助動詞、死役は、ス、シムに由来する助動詞で表す。敬語は、ハベリ、メスなどに由来する語法を用いる。方言ごとの差異が大きいが、沖縄方言では、ごめんくださいの意味の、チャビラ、いらっしゃいの意味の、メンソーレなど。かかり結びもあり、ルに対する連体形結びなどのほか、得意なものとして、ガに対する未然形結びがある。 女子、がと、のの用法には、個々の特徴が残っており、主角と俗角の区別は発達せず、対象の性質によって使い分ける。また対角には、宮古方言、八重山方言に、湯と、場、奄美方言に、場があるが、沖縄方言ではこれらは失われている。ただし、沖縄方言でも、竜花などの古風な表現で、湯を用いる。広角には、向かいなどを用いる。 1990年代頃までの研究においては、琉球語のアクセントは、地域により、外輪東京式や九州西南部式など、九州に存在する各種アクセントが入り乱れて存在し、日本語と大きく対立する特徴はないとされていた。一方、服部ト郎、松森明子らは、琉球語のアクセントでは日本語には見られない語群の分裂と統合をしていることを明らかにした。 日本語の諸方ことや平安時代以降の文献に残る京都アクセントの記録から日本祖語の二白名詞にはアクセントの型の種類が5つあったと考えられておりそれぞれの型を持つ語のグループを第一類から第五類までの名称で呼ぶ日本語諸方ことでは原則として同じ類の語は同じ型のアクセントを持つところが琉球語では二拍名詞の第点四の類は 各類が分裂して、別々の型に属している。琉球諸方庫との比較により、その共通祖先である、琉球祖母には、少なくとも3つのアクセントの型があったと考えられ、それぞれの型を持つ語群を、A 系列、B 系列、C 系列と呼ぶが、2拍名詞では、A 系列に第1類と、第2類が B 系列に、第3類のほとんどと第4類、第5類のそれぞれ、 約半数が C 系列に残る第3類の小数と第4類、第5類のそれぞれ約半数が属している。このことから比流祖語の二拍名詞のアクセント型の数は日本語からわかる5つよりも多く、日本語では消失した区別が琉球語に保存されている可能性が示唆される。また三拍名詞でも同様に A、B、C の3系列に分かれる。 一泊名詞には C 系列の語はなく A 系列に第1類と第2類の語が属し B 系列に第3類の語が属している。3つの系列の区別が比較的明瞭に保たれているのは表に示した近方原を中心とする沖縄本島、中部のほか、徳之島、沖縄選部島、田良間島、与那国島などである。奄美大島南部、掛路間島、機械島北部、 竹富島、石垣島などでは B 系列と C 系列が統合して同じ型となっており A、B、C のように区別されている。機械島中南部などでは A、B、C のように区別されている。家、e、島では AC、B のように区別されている。また、アクセント体系としては、琉球語の多くの方言は、この白数が多くなっても、 アクセント型の種類が2種類までまたは3種類までに限定される N 型アクセント体系を有する。奄美群島の一部の方言では、この白数が多くなるに従いアクセント型の種類も増える多形アクセント体系である。語彙には、九州方言との共通点も少しあるが、琉球語独特、または、古語の特徴を残すものが多い。古語としては、あーケねない。 わらびなどがある。独特の語彙としては、ティーダワーなどがよく知られる。また、コビボインを伸ばして人を表す方法や、指障子、グア、グアに由来すると言われるなども独特である。兄弟姉妹関係は、ウナイと、イいき、シジャと、ウッとの二元関係で表す。琉球国金丸よ、首書上琉球語の文字による記録は、古い石碑に記された金書きで見ることができる。例えば、 1494年のおろくばか、1501年のたまりょうのひぶん、1597年こんりゅうのうらそえじょうの前のひがある。また、なお、えんおうのじきひつしょじょうもげんそんしている。15世紀からのりゅうきゅうおうちょうでは、公文書は漢字ひらがなまじり文で書かれた。また、かようしゅう、おもろさうしもひらがな主体の表記をとっている。カタカナはほとんど使用されなかった。 なお、中国語との対比で、琉球語の単語や文の音をハングル表示した1501年4月22日付の文書があり、その日本語版も発行されている。現在の語彙の中には、中国から直接導入された漢語や、それを翻訳した言い回しもある。漢文は中国語でそのまま読む方式と、日本式の訓読とが併用された。 漢字は庶民が習得しているものではなく、棚のほか中国から伝来した独特の数字、祖集場が主に帳簿の記録など商業用途に用いられた。日本の影響を受けるようになると廃れ、現在は文字としては使用されていない。また、与那国等では、貝田文字と呼ばれる独特の小形文字が用いられた。現代の琉球語は、 日本語の漢字かな混じり表記を応用して表されることが多く、琉球語に即した聖書法は確立していない。日本語表記と大きく異なる語彙の場合、意味の対応する漢字を用いて表記することがある。例えば、太陽の昇る方角を意味する、上がりに、東、太陽の沈む方角を意味する、入りに、西という漢字を当てて書くことなどである。しかし、本来上とは、 異質なものであるクスクに、城を当てるなど、類推による表記も少なくないことに注意が必要である。また、当てた漢字に合わせて、琉球式の発音が日本式の発音に変更されたり、意味ではなく、音に合わせて漢字を当てたために、本来の意味がわかりづらくなったりする問題もある。琉球語と日本語が分かれた時期は、おおよそ期限前後以降、奈良時代以前と考えられている。 琉球語に見られる動詞の修士型と連体形の区別や、派行シーンに対応する語頭ピーオトなどは、奈良時代以前の日本語の特徴である。しかし、琉球語と日本語の類似の程度から言って、分岐の時期が、弥生時代よりもさらに古く遡るとも考えられない。言語学者の服部ト郎は、二言語間の共通の語彙を比較する言語年代学の手法を使って、 京都方言と首里方言の分岐年代について1450から1704年前という計算結果を示している。一方で、考古学や人類学の成果からは、グスク時代の始まった10から12世紀頃、日本本土からの移民により、琉球列島で濃厚が開始され、人口の急激な増加が起きたことがわかる。こうしたことから、トマペラールは、琉球語と、 日本語はおそらく、弥生時代末期か古墳時代に分岐し、10世紀頃に本土から移動した集団により、琉球祖語が琉球列島へもたらされたとしている。琉球語には、日本語で、中古以降に起きた、語中、大の波行の和行音化が起きているほか、正月、上手などの漢語の語形が、中古、中世の日本語と対応しているが、ペラールはこれらは分岐後の日本語との接触により、 説明できるとしている。グスク時代より前からの先住民の人口は少なく、先住民は、農耕技術を持った非竜語族阿舎によって、置き換えられたか、あるいは同化されたと考えられている。1265年に、全館という僧侶が日本から仏教を伝えた際、同時に、文字も伝えたと言われている。15世紀末頃から、琉球語は盛んにひらがなで書き表されるようになった。 おもろさ牛などに見られる金遣いや、同じ時期の外国語資料に記された沖縄方言は、すでに OU、EI の変化を起こしている。おもろさ牛の金遣いには、沖縄の発音に合わせた氷音的な金遣いと、日本の規範的な歴史的金遣いが混在している。琉球王国が成立すると、15世紀頃に、四族語として、首里方言が作られた。首里方言は、 琉球諸島全域に通じる標準語として、あるいは初期用の言語として盛んに用いられた。しかし方言が抑圧されることはなく、各地に多様な方言が残された。明治末より、沖縄県でも、本土と同じく学校教育の場を中心に、標準語の普及運動が進められ、琉球語の使用者に方言札をかけさせるなどの手段が取られた。 戦後のアメリカ統治下でも普及運動は続けられ、また米軍支配への反発や本土への集団就職の増加から沖縄県民の間で本土志向が高まり、かえって自発的な標準語推進運動が起こった。方言は時代遅れであるとの意識が生まれ、親から子へ、年長者から若者への言葉の継承に対して消極的、否定的な状況が近年まで続いた。 この影響で純粋な琉球語話者は激減しており、このままでは伝統的な琉球語は数十年以内に消滅すると見られている。そうした現状に対して沖縄県内各地で、他都道府県以上に琉球語の積極的な保存、振興が叫ばれている。かつて標準語普及運動の旗振り役であった沖縄県庁も県内各教育委員会に 琉球語保護を促す通達を出すなどの対策を取るようになった。2006年3月29日には沖縄県議会において毎年9月18日を島クトゥバの人し、島クトゥバへの関心、理解を深め、普及促進を図る条例が可決され、3月31日に交付された。琉球語と日本語は音韻体系の対応などから、 同じ系統であることは明らかであるが、地理的、歴史的な背景から、互いに通じ合わないほどの大きな違いがある。琉球列島の言語と、日本本土の言語の関係については、大きく分けて、次の4つの立場がある。複数の立場が存在するのは、言語学において、言語と方言を区別する、客観的で明確な基準が存在しないためである。 言語と方言の区別が曖昧な事例は、琉球語に限らず、世界各地に存在する。学問上の明確な基準が存在しないため、言語と方言の区別は、民族論や政治論といった主観的かつ繊細な問題に関わってくる。例えば、普通、語という場合は国家を背景としているので、言語学では、沖縄の言葉を琉球方言と言いなわしている。というように、 国家の有無という立場から方言か言語かを論じる立場がある。しかし、世界各国を見ると、一つの国家に複数の民族、言語が混在していたり、同一とされる民族、言語が複数の国家にまたがっていたりすることが多く、国家の範囲と民族、言語の範囲が一致する国の方が少ない。国家や民族の観点から言語と方言を区別する場合、 大和民族対琉球民族、琉球独立運動といった概念、意識と関連付けられるようになり、琉球語あるいは琉球方言の故障を用いること自体が政治的、民族的な立場の表明につながり、どちらの故障も中立性を欠くことになってしまう。沖縄県民のほとんどは琉球語のことを慣習的に方言と呼んでいるが、これは沖縄の住民が 標準語を受容する過程で成立したクレオール、内縄山戸口を方言とする認識が近年までは希迫であったことにも関係がある。琉球語が言語か方言かという問題については、前述した事情から琉球語シ社自身による積極的な主張が少ない点が指摘できる。また言語研究機関でも言語としながらも方言とする意見を排除しないとするところもある。 非営利組織である国際シルが出版しているエスノローグによると日本で使われている言語として日本語、アイヌ語と共に中央沖縄語をはじめとして機械語、北奄美語、南奄美語、徳之島語、沖の選ぶ語、与論語、国神語、都語、八重山語、与那国語といった言語を挙げている一方で一般的にはこれらの言語は 琉球語の回句文の方言とみなされている。また国際知る自体も方言であるとの意見を排除しないと表明している。2007年には国際標準化機構の言語の略称についての国際規格である YSO639 にも国際知るとの整合性を取る目的でそれぞれに対し三次略称が与えられた。2009年2月19日にユネスコが発表した 調査結果によると、世界で約2500の言語が消滅の危機にあるとし、琉球語における解放言もその対象となった。この中で、前述のエスノローグと同様、沖縄語、国神語、宮古語、奄美語、八重山語、与那国語という名称で、それぞれ独立した一個の言語として言及された。ユネスコの担当者は、 これらの言語が日本で方言として扱われているのは認識しているが、国際的な基準だと独立の言語と扱うのが妥当と考えたという。これを受けて、参議院議員である伊藤和恵子はユネスコが独立した言語とした8言語は、言語なのか、方言なのか、など、7項目を沖縄の言語に関する質問主意書として政府に提出した。これらの質問に対し、 政府は言語及び方言の用語は様々な意味を有するものと承知しており、お尋ねに一概にお答えすることは困難であるとの見解を示している。ありがとうございます。